令和3年度青少年の深夜徘徊防止、飲酒防止、いじめ防止、暴力根絶、夏の交通安全県民運動、名護市民一斉行動のお願いです。名護市長の戸口武豊です。名護市民の皆様へ、青少年を健やかに育てるため、そして交通安全のため、2つの一斉行動のお願いです。一つ目は、青少年を健やかに育てるための行動は、沖縄県全域で問題になっている深夜徘徊や未成年者の飲酒、いじめや暴力、薬物乱用を根絶するための行動です。これら行為は様々な事件や犯罪につながる要因となっており、見逃すことはできません。将来の名護市を担う青少年の健やかな育ちのために、まず私たち大人が望ましい生活習慣を実践し、子どもたちの手本となるよう努めることが大切です。2つ目の交通安全のための行動については、安全運転をお願いすることにつきますが、特に重大事故につながる飲酒運転をしない、させないことを心よりお願いいたします。沖縄県全域でも交通安全の取り組みとして、7月11日から20日まで夏の交通安全県民運動が展開されてまいりました。悲惨な交通事故を一件も引き起こさないためには、引き続き日々一人一人の心がけ、行動が必要です。市民一丸となり、安心安全な街づくりのために行動していきましょう。名護高校3年、宮田彩香です。友達彩です。私たちは自分の心と体を大切にし、身に危険を及ぼす深夜徘徊、飲酒、喫煙、薬物乱用などの非行はしません。誘惑に負けません。名護高校3年、玉木桜です。中村あさみです。私たちは思いやりの心と正しい判断力を持ち、自他の命を大切にし、いじめ、暴力を絶対にしません、許しません。北部農林高校の大城龍也です。金城夏樹です。野口寛太です。私たちはスマートフォン、インターネットを安全に利用するルールを家族と確認し、利用は夜10時までとすることを約束します。おお。北部農林高校の野口寛太です。私たちは自分の未来に夢と希望を持ち、目標を掲げ、それを達成するため勉学やスポーツなどに励み、自ら考え行動します。名護市議会議員の大城秀樹です。私たち大人は市民の非行防止意識を高め、青少年の深夜徘徊、飲酒、喫煙、薬物乱用、いじめ、暴力などを抑止し、青少年の生活環境増加に市民総ぐるみで取り組みます。名護市 PTA 連合会会長、山村ひろ子です。私たち大人は青少年のスマートフォン、インターネットの利用については、名護市子どものスマートフォン、携帯電話利用5か条を守り、健康安全に努めます。名護市青少年育成協議会会長、岸本直也です。私たち大人は、地域の子どもたちは地域で守り育てるを掲げ、家庭、学校、地域の絆を深めるとともに、子どもたちを見守る協力体制を強化し、安心安全な笑顔あふれる街づくりを目指します。名護地区交通安全協会会長、比嘉慶一です。私たち大人は、交通ルールを守り、飲酒運転の根絶、交通事故防止の徹底を図り、安心安全な社会の実現を目指します。守ろう名護市子どものスマートフォン、携帯電話利用5か条。1、学校への持ち込みは原則禁止。2、利用は夜10時までとする。3、個人情報を他人に教えない、公開しない。4、家庭でルールを作り、保護者が管理する。5、フィルタリング機能を利用する。誇れる名護を目指して、さあみんなで